ます、うんうん、今から芸大の先輩に、就職して東京に就職した先輩のお話を聞いてみようと思います。芸大をだいぶ前に卒業した吉野康子と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。と私は2010年の春に芸大を卒業しまして、でそこから1年間 FM 大分さんで働いておりました。でその後はもっともっとラジオの仕事がしたいなと思って、あの東京のラジオ番組の制作会社に入りました。もともと私が芸大時代にインターネットで放送をしてたんですね。でインターネットで放送してた時のそこで出会った友達が東京でタレントさんになっちゃって、すごく有名な方なんですけど、その人と一緒に仕事をするようになったんですね。ラジオの仕事に就きたいですって言ったら、そのパーソナリティさんを紹介してくれて、でその方が、うん、じゃあとにかく東京に今すぐ来いって言われて、うん、親の許可を何も得ずにじゃあ行きますっていう感じで東京に行って、で結局はその時にパーソナリティさんから自分の弟子になるか、もしくはちゃんとラジオの制作を一から学びたいんだったらそういう会社を紹介してあげるって言われて、でそこで私はもともとパーソナリティ志望だったけど、でも将来的に大分に戻ってパーソナリティとラジオの制作をどっちもやりたかったので、じゃあラジオ制作から一から学びますっていうので今の会社に紹介していただきました。なるほど。え、自分で放送していたっていうのは、うん、あれですか、芸大 TV みたいな感じ ですか？全然関係ないです。もう個人的に、まあ、言っちゃうとニコニコ生放送だったんですけど、その時はそうそう、でそれがニコニコ生放送がまだできた最初ですね、一番最初の頃で、で全然見てる人もいなかったけど、どん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 今みたいに大きくなっていって、でどん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 見てくれてる人が2000人、3000人、5000人、1万人っていう風に増えたんですね。で1万人ぐらいになった時にちょうど辞めちゃったんですけど、その時に出会った、そういろんな人、歌う人とか喋る人とか、なんかゲームする人とか、いろんな人と仲良くなって、そこで出会ったつながりで今東京に来ちゃいました。ニコ生では本当にいろいろですね。もう正直言っちゃうと、親が見たら泣いちゃうような下ネタの放送もやってたしでもそういう番組もやってたし、でもやっぱりパーソナリティ志望だったから、アナウンス講座みたいな感じでアナウンスの練習をやってみたり、で自分でラジオ番組をなんか勝手に作って、ジングルとか BGM とか勝手に作ってラジオ番組の形式でやってたりしてました。いろいろ面白かったです。どんな評判でも、ニコニコの生放送ってこうリアルにこうコメントが流れていくわけですよね。だからまたラジオとはちょっとテンポ感が違うんだけど、これやって面白い、かわいいねってこう囲んでくれる、みんな可愛いって言ってくれるそれで調子になった、調子に乗って東京来ました。あ、すごい全然すごくないです。調子に乗ってお仕事があるかなって。いやでも何よりラジオが一番好きだったんですね。ラジオの仕事をやりたいって強く思ってたので、うん、ここまで来れました。すごいです。すごくはないけど、でもやっぱり今こうやって仕事をやってみて、好きじゃないと続かない仕事だなとは思います。なるほど。今はあの東京でしか流れてない、あの朝のワイド番組でブルーオーシャンっていう、元 NHK アナウンサーの住吉美希さんがパーソナリティでやってる番組を制作したり、あと、大分で聞けるとしたら、あの夜のスクールブロックという学生向けの、そうそうそう、10代向けの番組も去年の10月から制作してたり、そうそう、あとは週末のちょっと箱番組をいくつか担当してます。スクールオブロックはよく夜運転するんですけど、うん、その時に、うん、よく聞いてます。そう、作ってるんですね。そうそう、今年スクールオブロックが10周年 で私がスクールオブロックを聞いてたのもちょうど10年前の開校当時、学校っていう設定だから開校って言うんですけどそうそう、ちょうど10年前のスクールブロックをずっと聞いてたんですね、学生の頃で、うん、ラジオ面白いなと思って、まあ、なんかテレビとはまたちょっと違った何、だろうな、感覚で聞けてたんですよね、10代の頃は。今とはまた聞き方がちょっと変わっちゃったけど、
ラジオ好きですか？ラジオそうですね。運転中とかやっぱ聞く、はい、運転中はもうもっぱらラジオです。へー、はい、FM 大分。はい、 FM 大分880好きです。 8.0 ね。あ、 8.0 か。一人でやってた時っていうのはニコニコ、うん、別に趣味でやってたわけですよ。変な話、相手を楽しませようとかって思う部分もあるけど、でも何より自分が一番楽しいからやってたわけで、でもやっぱり仕事としてラジオを作るようになったら、サービス業なので、要はスポンサーさんを聞いてくれてる方を、パーソナリティを作ってる、目の前にいるディレクターを楽しませる、いかに楽しませるかっていうことがすごい全てだなと私は。最初に何をするか、本当にそれがお金がかかってるかどうかの問題ももちろんあるんですけど、例えばもしスポンサーさんがついてるんだったら、あのスポンサーさんがどういう風にしたいのかっていうのもあるし、そうそうそう、でもなんかスポンサー、名前だけのスポンサーももちろんあるわけで、あとはある程度こういう方向性で好きに作ってくださいっていうものもあって、でそういった時にはじゃあパーソナリティを決めて、でどういう風な番組にしていこうかっていうのを、作家さんがいれば、あの構成作家さんでディレクターで、まあ局のプロデューサーで営業担当とか、まあいろいろいるんですけど話して、でも基本的には営業さんがこういう番組どうですかっていう企画提案、結構もちろんディレクターも制作陣もするんですけど、結構営業さんがね普通するので、それが多分意外かなと思います。意外です。もう私もこの業界入ってすごい意外でした、はい、営業さんがなんとなく企画を考えて売り込みに行く、うんうん、こういう企業に、え、もう営業さんが一人で考えて企画持って飲んで行くんですか？行くし、あの代理店、広告代理店の方とかともこう、ね、やり取りしてやっていく。だから本当にごくたまにディレクターとかプロデューサーがこうこうこういう番組作りたいから、こういう営業取ってきてよって言って、そういう流れが多分一番理想なんだけど、制作としては、ラジオ制作としては、でもなかなかそういう流れはあんまりないかもしれないです。で番組をじゃあ作りましょうってなりました。でコンセプトが決まりました。で大事なのは誰のための番組なのか、どこをターゲットにしてるのか、20代女性なのか、40代のおじさんたちなのか、10代向けなのかっていう、どこを、なんかすごく感じるのはターゲット誰なのか、どこに向けて番組を作るのかをすごく自分で分かってたら、ある程度何でもできちゃう気がします。営業もしたことあるんですか？私ですか？はい、全然ないです。ない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 、私はあの制作会社の制作の人間なので、そう、営業はやったことないけど、でもこういう番組をやりたいですっていうのを企画書を書いて、その局のプロデューサーさんに出すことはあります、うん、朝の番組のターゲットはいわゆる20代30代の女性ですね。あのレーティングでいう F1 層って言うんですけど、 F1 を狙った番組を作ってます。でも喋ってるのが住吉美紀さんっていう40代の女性なので、最初ね、番組の立ち上げの時にはすごくやっぱり温度差があるわけですよ。40代の人が喋ってる、でもターゲット、数字が取りたいのは20代の女性で、なかなか難しかったけど、でもやっぱりすごく優秀というか、すごく尊敬できるディレクターと私は作家さんに囲まれてたので、そこでじゃあどうやっていくのかっていうのをすごく学びました。どうやって数字を取っていくのか、どうやってパーソナリティを盛り上げていくのか、番組として確立させていくのかっていうのをすごく勉強しました。正直 AM を聞いてる人、 FM を聞いてる人とかも本当いろいろいるから、すごく難しいんですけど、東京 FM を聞いている F1 層に関しては求めているもの、正直今でもわからないんです、わからないんですけど、とにかく音楽が嫌いな人は FM 聞かないよねっていう、うん、そう、だから局の方向性としても今すごくとにかく音楽を流そう、いい音楽を流そう、います。だから朝のワイド番組でなかなかベイビーメタルはかからないし、なんならラップの曲もかからないです、うん、よほど
10時とか11時とか昼に上がるにつれてすごくラップの曲もかかったりするけど、やっぱりこう聴いてる人の心地よさを第一にしてる番組なので、そうそうそう、だから継続聴衆という、ずっと聴いててほしい、ずっと東京 FM を聴いててほしい、他の曲に変えないでほしいってなった時に何かこう区切りをつけちゃう、なんかずっといい感じのなんか曲がかかってて突然ベイビーメタルでジャンジャン言われるとおいおいおいっつってうるさいうるさいっつって、例えばそれがお店で聞かれてたとしたら、そこはすごいラジオを切られるポイント、他の曲に変えられるポイントになるので、だったら心地いい音楽をかけていこうっていう、ちょっと J-Wave にね方向的にはすごく似てるんですけど、曲で言うとですか、特に今20代の女性からリクエストでやっぱり多いのは3代目だったり、ザイルだったり、西野カナちゃんだったり、そう、セカオワも人気なんですけどちょっと下なんですよね。でバンド系で言うとやっぱりゲスの極みとかも来るし、音楽の最先端は聞かないですね、東京 FM のリスナーは。多分もちろん時間帯によるんでしょうけど、番組ごとにやっぱそういったいろんな音楽を知りたい、すごい意識高い系音楽を知りたい私っていう人は、まあ、今はもしかしたらインターを聞くとか聞くのかな。インターはやっぱりすごく音楽番組としてすごく成功というかクオリティの高い番組がすごく多いと思うので。ラジオって生放送じゃないですよね。ものによります。あ、もの、平日で生放送の番組もあるし、収録をしてそれを放送するっていう番組もあります。ラジオって一日中ずっとかかってるじゃないですか。え、一日その24時間分編集とか生放送入れたりとかして出して、うん、でもうその日出す分はもういつまでに編集が終わってるんですか。正直言うともう本当にバラバラです。早めにすごく容量が良くて編集がうまくてバンバンいっちゃう人はやっぱ早く終わっちゃうし、でもすごく丁寧に作り込んだり、すごくこう演出を凝ったりしようとすると、そのこのあと15分後に出さないと素材いけない素材をまだ作ってますっていう場合も正直ありますそう、あるある、全然ある、今作ってます。でやっぱり AM の手法で多いのは、例えばお笑い番組、なんかお笑い芸人さんが喋ってる、ですっごい面白いコメントがあった、面白い部分があった、じゃあオンエア中にずっと登録録音をしてるんですよ、生放送中に、生放送の、でそれを一回止めて、でその面白かった部分を編集して撮って、でまたオンエア中にそれを出すっていう手法とかも全然あるし、そうそうそう、それはすごいクリエイティブだなと思います。生きた魚さばいてるみたいな。あ、そうそう、だからよく言われるのは番組ってすごく生き物っていう風に言われるんですね。本当に生き物だと思います。後輩たちへメッセージを送ります。いや本当なんかどこにでもある言葉なんですけど、自分の好きなことだったりなんか趣味でも何でもいいんですけど、それをものすごく大切にしてくださいと言いたいです。ある程度何でもできちゃう子はどこ行ってもできるけど、それって一番クリエイティブじゃないし面白くない人間だと思うので、面白い人間になってください。今日はありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございました。